クリフトン・リース・ゲインズはアメリカ合衆国ウィスコンシン州マディソン出身の元バスケットボール選手であり、オースティン・スパーズでアシスタントコーチを務めている。ゲインズは198センチメートル93キログラムのシューティングガードとして彼の地元であるウィスコンシン州マディソンのマディソンウエスト高校でバスケットボールをプレーした。その後、ゲインズはルイビル大学で4年間プレーし、 最高学年の時にシーズンを25勝7敗の大学記録を達成し AP 通信が選ぶオールアメリカサードチームに選ばれた。彼はルイビル大学で歴代最高の SG の一人であると考えられている。ゲインズは2003年の NBA ドラフトでオーランドマジックに一巡目15位でドラフトされ2003年7月18日に契約した。 ルーキーシーズンはベンチからの起用が主となり、38試合の出場で平均1.8得点、1.0リバウンド、1.1アシストを記録した。ルーキーシーズン終了後のオフに、ヒューストンロケッツへ、トレイシー・マグレディ、ジュアン・ハワード、ティロン・ルーと共に、スティーブ・フランシス、カッティノ・モブリー、ケルビン・ケイトとの大型トレードに組み込まれて移籍した。 ロケッツでは10試合の出場だけに止まり、大半を故障者リストとして過ごした。そして2005年2月24日に2つの将来の2巡目、ドラフト指名権と共に、マイク・ジェームス、ゼルドン・ハミルトンとのトレードで、バックスへ移籍したが、ロケッツ時代と比べて、さらに出場時間を獲得できず、11試合で合計79分間の出場に止まった。 その翌シーズンでもさらに出場時間が短くなり、12試合の出場で合計52分間しか出場できなかった。2006年にゲインズはイタリアへ渡り、アンジェリコ・ビエラ、オリンピア・ミラのパラカネストロ・トレビーゾでプレーした。2009年にはアメリカへ戻り、ベーカーズ・フィールド・ジャムに加入し、平均14.3得点、4.0アシストを記録した。その後、 2010年12月にフランスの JBC と2012年1月にオーストラリアのフルステンフェルト・パンサーズと30日間の契約を結んだが2012年2月2日にフルステンフェルト・パンサーズは延長契約を結ばないことを発表した。2012年にコーチとしてのキャリアをスタートさせたゲインズはベラーマイン大学でアシスタントコーチの職に就いた。ゲインズが アシスタントコーチをしている3年間で、ベラー・マイン大学は NCWA ディビジョン2トーナメントのスイート16、ファイナル4進出を果たした。2015年にゲインズはイース体験タッキー大学でアシスタントコーチを務め、2018年にはそれまでヘッドコーチだったダンマク・ヘールに代わり、ヘッドコーチとなった。2019年11月5日、 オースティンスパーズのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。